はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の内接円と外接円の半径についてお送りします。で、前回は円に内接する四角形のね、面積をあの半分に切ってっていうやつをね、やったんですけど、今回はね、内接円、そして外接円の半径の問題をね、やっていきます。で、また大きな問題が1個ドンってあるんだけど、その中で2個、こうやって問題が入ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方とも解説やっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。では早速ね、始めていくんですけど、あのちょっとですね、喉を今おかしくしていて、あの咳込んだりとかちょっと聞きにくいかもしれないんですが、ちょっとねお許しください。申し訳ない。ちょっとね、喉を壊してしまって。じゃあ行きますね。で、まず AB が7、BC が8、CA が5って、まあ、長さが全部分かっているので、簡単でいいので、まあ、図を書きましょう。で、ちょっとこっち使うか。AB が7だから、こっちがちょっと長いパターンかな。まあ、こんな感じ。で、これもいつも言うけど、ざっくりでいいです。あ、待って、ABC でしょ。で、AB7 で、BC8 で、CA が5と。まあ、こんな三角形なんだよね。で、これのまず外接円の半径から勝負していくんだけど、外接円の半径が出てくる公式を1個もう習っていて、それが正弦定理なんだよ。外接円の半径って。で、あの全部書かないですけど、sin A 分の A イコール、sin B 分の B イコール、sin C 分の C イコール 2R っていう。ね、これで外接円の半径があったので、それをうまく使っていきます。で、正弦定理を使うためには、sin が必要でしょ。だから、どっかの sin を求めたいんです。でも、長さが全部、こうやって分かってる時に、いきなりサインが出せないので、まず、コサインを出しに行きます。余弦定理を使って。だからよく使う流れだよね。コサインを出してからのサインに持っていく感じ。で、これは、どこをターゲットにしても大丈夫。ね。で、まあ今回ね、一番目が分かりやすいんで、ここをターゲットにします。ここのコサインを出しに行く。まず、コサインね。つまり、1番。コサイン A。を出したいので、まあ、あと余弦定理ね。分数にして、下が 2× これ×これ。つまり、2×7×5 になります。で、上が7と5。この2つの2乗をまず足すから、7749足す5525引く葉っぱ61です。で、これがうんってなる子は、あの余弦定理の動画ちゃんと撮ってますので、そっちのと確認してください。これ公式使ってるだけだからね。で、そうすると、俺のやり方はね、分子か。分子まず上計算してしまいます。そうすると、これ10かな。ちょっと消しますね。これ10になる。で、ここで約分しちゃいます。5に10で一気に消えるから、残ったのが、7分の1だね。いいかな。これでまずコサイン A ゲットしました。で、コサインから今度サインに持っていきたいんですよ。で、コサインからサインに持っていくときは、サイン2乗。プラス、コサイン2乗イコール1です。絶対それ使えます。なので、ちょっと変形したパターンからもいっちゃうね。サイン2乗 A イコール、コサイン2乗こっちに持ってきたイメージで。1マイナス、コサイン2乗 A。これ使います。これ持ってきただけね、こっちはね。で、コサイン2乗 A のところ7入れると、これちょっと消していいですか。多分、板書が入らない気がしてきた。2乗で入れると、49分の1です。で、サイン2乗 A イコール49分の48。これ計算しただけね。1引く49分の1ね。で、2乗取りたいんで、サイン A イコールプラスマイナスルートがつきます。で、分母はルート49だから、もう7って出てくる。で、上は、ルート48変形すると、これ4ルート3か。こうなります。いいかな、ここまで。で、今、こうサインが2つ出てきたんですけど、三角形の中の角度じゃん、全部。だから、1つの角度が180を超えることはないんだよね。つまり、A が、0度から180度。なので、サインがマイナスになること絶対ないんだよ。だから、ここで使っていいのは、
3a イコールプラスの方だけ7分の4ルート3ってことでサインがゲットとなりました。でサインがゲットできたので最後正弦定理持ってきます。で本当は下書きたかったんですけど多分これ入りきらないかな。ちょっと待ってね。うん、やめよう。なので正弦定理使って今 A のゾーンでやってるからサイン A 分の A イコール 2R ここだけ使います。で代入すると A って今神田が A これ A ね8が A だから8分の 3A 入れるとこう7分の4ルート3になるんだね。 2R でこれの計算方法なんだけどこれちょっと色変えようか。右の問題青で解きたいんでちょっと黒でごめんね。これたまにねこれちょっと困る子が出てくるんでこれ結局ね例えば昔3分の5ってあったじゃん。これって5割3なんだよ結局。上割る下ね5割3だから同じように考えるとこれも8割る7分の4ルート3なの。8割る7分の4ルート3って考えてください。でこれ割り算の後の分数はあの小学校の時にやったやつね掛け算に変えて逆数にします。ひっくり返すこうやってで4約分して2でしょ。そうするとルート3分の14になります。で有理化一応してしまって上と下にルート3かけます。そうすると下に3で上が間違った14ルートに3がついて3分の14ルート3になります。つまりここ3分の14ルート3なのこの黒の部分ね。だからさどこまで書けるかな。ちょっと右と左入れ替えるよ。 2R イコール3分の14ルート3で最後2で割ればいいから R イコール3分の2で割るから7になるね。7ルート3とこれで終了となる。見えるかな大丈夫ね。3分の7ルート3といいね、こんな感じでやってください。なので流れとしてはあの頭の中のこう思考回路というか流れとしては外接円の半径を求めたい。で外接円の半径を出すには正弦定理が必要です。で正弦定理使わなきゃいけないからサインが必要だということになります。でサインがいきなり出せないからじゃあコサインから出そうとそのために余弦定理やろうみたいなそういう流れになりますのでね押さえておいてください。で次は内接円の半径、今度スモール r の方だね、こっちです。で内接円の半径はこれですね、何箇所か出てきますけどこれ面積使います。面積でまずこの三角形の面積出してください。いい？だから2番面積 S にしますよ。面積の公式いきます。2分の1かけるこことここ7、5をかけて間のサインだからサインちょうど出したねどこだっけこれだ。7分の4ルート3つまりいい感じでさっきね出したものが使えると。これも公式ね面積の。でこれ約分すると消えてここ2かつまり面積がね10ルート3になります。でなんでこれを出したかっていうと面積のねもう1個の公式あのサインを使わないやつでその公式が間違った S イコール2分の1その内接円の半径 R で A たす B たす C つまり全部の辺足すってこれもう一個の公式なのね。でこれに当てはめますこの R が欲しいから。でそうすると S 今10ルート3だったでしょ。で右辺は2分の 1R ここ3つ足すのでもう足します。7たす8たす5すると20だね。で20になってで、2分の1で約分するから、これ 10R になるでしょ。だから、これあと両辺10で割ると、R イコールルート3と。こういう感じで流れとして求めてください。なので、まあ、こっちがまず必要になるかな。大体の問題はこっちが先だと思いますけど、まあ逆のパターンもね、もしかしたらあるかもしれません。まあ、外接円はその余弦定理やって、コサイン出したらサイン。で、サインを使って正弦定理で求める。これね、外接円の半径ね。
で内接円の方は面積を出してから面積のもう一個の公式、内接円の半径使う方ね、で代入して求めていくという流れになりますので確認しておいてください。では今回は高校数学数1の内接円と外接円の半径についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は角の二等分線を使う問題をね、取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。